はい、絆、チャリティー近況確認インタビューリレー、五輪、アスリートオリンピアン、リレー、第1回目始めさせていただきたいと思います。栄えある第1回目のゲストはですね、陸上、藤光謙司選手にお越しいただきました。藤光さん、こんにちは。はい、じゃあよろしくお願いします。すごく簡単になんですけど、僕の方から、藤光さんの、ご紹介をさせていただきます。はい、藤光選手といえば、世界陸上の、400m リレー、非常に感動的な、皆さん、銀メダル獲得、覚えてらっしゃることかと思います。その他にも、もちろん、リオの五輪ですね、参加、されました。そしてアジアでは、さまざまな大会で、金メダルを多数お取りになられてて、大活躍のスーパースター。なんとですね、100メートルの、記録はですね、10秒14、合ってますか？10秒2ですか？10秒2、あ、ごめんなさい、なんかネットで調べちゃいました。いずれにしても僕には到底実現できないスピードなんですけど、はい、そんな、藤光選手の近況ではインタビューしてまいりたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、世の中ですね、ステイホームと言われて、だいぶ日にちが経ちますが、藤井選手は、いかがお過ごしでしょうか？そうですね、かなりステイホームはしてますね。そういう意味ではもう競技場もだからかれこれもう宣言が出てからは一度も行けてないので、はい、もうこんなに多分トラックこんなシーズン中に走れなかったのっていうのは今まで多分ないんじゃないですかね。この時期一番僕らの陸上のシーズンだと結構忙しい時期なんで、もうゴールデンウィークとかが一番試合も多いタイミングなので、こんなにこう静かな、何も試合もない、何もできないっていうのは多分競技始めてから一度もないんじゃないですかね、多分。練習とかでもそのトラックに行ってないっていうことは、はい、その間どういうことをなさ、なんかお家でできるトレーニングとかをなさってるんですか？そうですね、はい、自宅でできるトレーニングと、まあ、一応僕ら競技場じゃなくても走れるは走れるので、まあ、家の近くとか公園とか、はい、そういうところを使いながら、まあ、ちょっと周りに迷惑がかからないように、まあ、本当一人で、まあ、できる範囲でやってるって形ですね。まあ、これ例えば音楽家の方々にもこういうインタビューをしてるんですけども、はいはい、音楽家の方なんかおっしゃってたのは、舞台がやっぱりコンサートが今全部ないじゃないですか。はいはい、で家でこうバイオリンとかピアノとか皆さん練習なさってるんですけど、はい、まあ、長年やってるプロの演奏家たちでもこれだけ舞台がないと、うん、次舞台に立った時の、舞台感っていうんですかね、はい、どうやってやったらいいんだっけみたいなのがちょっと心配みたいなことをおっしゃられてて、はい、そういう意味ではアスリート藤光選手は、はい、どうなんですかね、まあ、練習みたいなのはできてたとしても、はい、いきなり、うん、そう、多分絶対的な試合感っていうのは急に取り戻せるものじゃないと思うので、まあ、多分練習ができるようになって試合ってなったとしてもちょっとこう回復には時間がかかるのかなと思いますし、やっぱりその結構、まあ、僕の場合ですけど、やっぱり最初のシーズンの最初の方は結構試合感を取り戻すために試合に出ていくっていう意味合いが結構強かったりするので、そういう意味ではこういきなり大事な試合が来ちゃったりだとかすると結構今後は難しいのかなっていうところは感じますし、やっぱ試合でしかちょっと得れないトレーニング効果だったりとか感覚っていうのはやっぱり僕らの世界でもあるので、そういう意味ではそこの感覚っていうのはこうだんだん薄れていっちゃってるところはあるんで、まあ、そういう意味でもこうすぐにこう練習できるような環境とか試合できるような環境になっても試合に出るこうリスクとかっていうのは結構あるのかなと思っているので、なんかその辺もちょっとこう気をつけながら
今後いろいろ活動していかないといけないなっていうふうには思いますね、やっぱり。ね、まあ、やっぱりその普段と同じトレーニングができないから、いきなり本番行っちゃって、がっつり同じパフォーマンスが出るかどうかっていうのはちょっと分かんないっていうことですか。そうですね、競技場でもやっぱ走ってないですし、そのやっぱ競技場の、スパイクとかも履いてないので、ああ、そっか。はい、なのでやっぱり競技場のその、 あのトラックのタータンならではのやっぱ感覚とかもやっぱすごいあるので、多分こう外で練習したり公園とか多分家の近くで練習してる多分こうトレーニング強度とかレベルとかだとやっぱ全然こう競技場でやってるものと比べるとちょっと落ちてしまうので、多分いきなり 100% で競技場で走ると多分怪我すると思います。なるほど。そっか、僕長距離今走ってるんですね、トレイルランニングとかウルトラとかをやってて、ああいうのは練習も本番も例えばシューズが一緒だったり、まあ、トラックっていうよりはこう山とかそういうところなんで、どちらかというとそのピークパフォーマンスをずっと出すっていうよりは長時間頑張るみたいなことなんでだいぶ違うと思うんですけど、そのトラックでやっぱりその本番のスパイクを履いてする練習とそうじゃない練習っていうのは強度が根本的に違うということですか。そうですね、まあ、その例えばコンクリートとかで走るとするじゃないですか、はいはい、家の近くとか、まあ、その辺でやろうと、ただやっぱコンクリートの方が体に対しての負荷は大きいんですよね、硬いの。なるほど、はい、正直アスファルトの方が柔らかい、はい、アスファルトっていうか、アスファルト違うか、そっか、はい、砂じゃないな、僕らはその、まあ、タータンっていうそのトラック、はい、になるんですけど、あれはゴムなんですよ。はいはいはい、ゴムなので、まあ、硬いは硬いんですけど、ゴムなので、ある程度の伸縮性があったりするので、うん、まあ、コンクリートとかアスファルトに比べると、やっぱり柔らかいので、うん、やっぱそういう普通の、こう、コンクリート、アスファルトで走ると、体への衝撃は大きい、大きいので、体はちょっとこう、壊れやすくなる、じゃ壊れやすくなるので、すごい高い強度の練習、はい、そういうところでやるとめちゃくちゃ負荷は高くなりますけど、やっぱりそれだけ出せなくはなりますね、逆に。なるほどね。そっか。そこでやっちゃうと膝とか足首とかいろんなところに問題が出てくるっていうこと。なので毎日そういうところで走ってると結構あらゆるところが負荷が高くなってきちゃうんで、なんか芝生とか使って走ってちょっと負荷をこう減らして柔らかいところでね。はい。ということで、結構その、僕らもその、これ冬の例えば、トレーニングとか、試合がないって、ずっと走りっぱなしなので、だからたまにこう芝生とかで負荷減らしたりだとか、トラック走ってるとやっぱちょっと負荷が高いので、芝生走るは、うん。なので、なんかそういう芝生使って、ちょっと負荷減らしながらやっぱ、なんか試合の時のウォーミングアップもやっぱトラックでやると芝生でやるよりもちょっと硬いんで負荷が高いので、うん、芝生でアップしてちょっと省エネにやるとか。なるほどね、いろんな技術がありますね、はい。いや僕らトレランの選手は逆にそのアスファルトとかで峠走とかこう練習したりするんですけど、やっぱりどうなんですかね、こう富士山の0合目から5合目ぐらいまでの坂を思いっきり走って登って思いっきり下って降りてくるとやっぱり膝とか結構くるんですよね、うん、だからめちゃくちゃきますよね、めちゃくちゃくる本当に。だからやっぱり山で走りたいな、山はふかふかしてるんで、まあ、木の根っことか石とかね、そういう意味では障害物あるんだけど体には優しいっていうんですかね。藤見選手もあるじゃないですか、山走るいいチャンスじゃないですか。そうですね。今って山って登れるんですかね。人がいっぱいのところとか、あとあんまり高い山だとほら遭難とか事故リスクがあるんで、裏庭の里山、100メーター200メーターぐらいの低い山とか、
そういうところはあのたまにみんな行ってるみたいですね。僕らはだからそう山とかなんかそういうのと、うん、トレーニングってあの坂ダッシュってすごい、はい、なんで結構そういう斜めのこうものを見ると、まあ、走りたくなる節がやっぱりあるんですか。あってただその傾斜のやっぱり角度によって全然負荷が違うじゃないですか。はいはいはい。僕らのなんかあの坂道のあの適正な角度って、はい、なんか 5% 以下とかって言われてるんですよ。ああ、なるほど。傾斜の角度が。はい、はい。結構普通に坂って、あの結構な坂のレベルだと、5% 以上の坂が多くて、はい、持ってる 5% ってなだらかな坂なんで、100メートル行った先で5メートル上がってるぐらいなんで、はい、あんまなだらかな坂の方が、なんかもう、効果的にはやっぱちょっと走りに近くなるのと、はいはい、あんまり傾斜が高くなりすぎるとだいぶちょっと意味が変わっちゃう、はい、まあでもまあそういうトレーニングあるんですけど、はいはい、ほらあの富士山の須走口、はい、須走の入り口から、5合目の山小屋までがアスファルトで、片道だいたい12キロぐらいあって、はい、息が延々上りで平均斜度が15度ぐらい、結構きついんですよ。そうそう。それを、行き2時間、帰り1時間かな、はい、?3 時間を3本とか、なんかそんなバカなこと。でもね、誰もいないです。僕、この間行きましたけど、すれ違った方は一人もいずに。多分こんなことできる人も少ないでしょうしね。ちょっとなんかね、そんなことしてていいのかなとか思っちゃいましたけど。なるほどです。逆に言うと、なんかメンタルトレーニングとかイメージトレーニングとかっていうのはなさるんですか？そうですね。なので、まあ、本当に今できることって、例えば映像を見たりだとか、うん、まあ、自分で家でやるトレーニングだったりとか、そういうもので自分とこう対話して、まあ、やったりだとか、うん、あとはなんかそのやっぱこう試合の時期なんで、うん、なんとなくこう試合に合わせて気持ち作ってみたりとか。ああ、ないけど、あるつもりで。あるつもりで、はい、その日のタイムスケジュールをなんか、うん、このタイミングで走るから何時間前に起きて何時にご飯を食べて、うん、でとりあえず何時に走るみたいな、まあ、そういうイメージトレーニングしたりだとか、うん、なんかそういうのでなんかこうリズム作ったりだとか、やっぱりこうモチベーションをこううまく保つというか、やっぱりその試合ないけどなんかあるような感じで作っていったりだとか、まあ、なんかいろんな方法ではやってるかなと。うん、めちゃめちゃストイックですね。なんかですね、そういう時もありますけど、基本は、結構その、あんまり深く考えずにじゃないですけど、うん、あんまり今、根詰めて、やりすぎると、もう良くないなと思ってて、結局なんかその僕らも試合いつあるか分かんないですし、いつその発揮できる場所があるかって何も定まってない状態なんで、ちょっと目標設定っていうのは結構今難しい時期なんですね。そういう意味ではなんかそのすごい作りすぎちゃってもいけないですし、なんかそのこういうできない環境だからできないからダメだとか、これできないからちょっとパフォーマンス発揮できないとか、そういうふうに考えすぎちゃうのが良くないなと思ってて、なのでやっぱり今できることをまあしっかりやるぐらいの気持ちでいないと、まあモチベーションが変にこう保ってないのかなっていうのが逆にあるので、諦めるところはまあしっかり諦めて、まあしっかりできることをまあやることで、まあこうある程度モチベーションがまあ最低限保てるのかなと思うので、とりあえずなんかこう練習し続けて、まあ気持ちのモチベーションが変に落ちすぎないようにいう感じのことを気をつけてやってる感じですね。ね、延期とか言って一応何月とかっていう連絡が来るけど、本当にそこにあるかどうかが分かんないですもんね。今のところ僕らも試合、うん、決まってる試合ないんですよ。あ、ないんですか。今のところ、まあ、延期が決まっている試合がいつやるっていうのも、うん、今のところ全く情報がないので、いつ本当に試合あるかっていうのも分かんないですね、現状。
あのレーシングドライバー、車のレーシングドライバーの方々とかもおっしゃってましたけど、まあ、F1 もしかりだし、他の GT なんかのレースも、まあ、延期で日にちは一応言われてるし、あの無観客でもやるとかって言ってるんだけど、 F1 なんかあれチーム関係者だけで2000人集まるんですよね、エンジニアとか。だから全然超過密なピットだからできないんじゃないかなとか、皆さんねやっぱりそういう意味でこうモチベーションをねどう調整したらいいのかっていうのをね、あの悩まれているのかなというふうに感じてました。あの一つあのちょっとコロナと関係ないんですけど教えていただきたいんですけど、さっきあの試合に合わせてあの起きてご飯を食べてとかっておっしゃってたんですけど、あの栄養っていうのは短距離選手の方っていうのはどういう栄養をどういうふうにお取りになられるんですか？そうですね、まあ、なんか短距離選手だからこれっていうのはないかもしれないですけど、なんかまあ僕はもちろんその結構バランスとかあのそういうものには気をつけて取ってますけど、すごくこう深く考えすぎないように栄養を取ってる感じなんですよね、うん、なんかその結構根詰めてなんかこれ取っていい、これ取っちゃダメみたいなことをやってると、なんかその栄養になるものも栄養ならないみたいな、確かに、はい、なんかやっぱ美味しく食べないと楽しくなんか食べないと、うん、なんか栄養にもならないし、なんか結構義務化みたいな感じになっちゃうと、うん、結構なんかそのつまんなくなっちゃうというか、うん、食べるのなのでよく考えてなんかこれ食べるこれ食べないってやってた時もあるんですけど、なんか今はなんかある程度そのちゃんとズビンの好きなものというか、その時に欲したあの食べたいものっていうのをなんかちょっと食べるようにしてて、うんうん、その他のバランスでなんかちょっと調整してなんとなくこう偏らないようにっていうところだけこう気をつけて、まあ、食べてる感じのイメージですね。ちなみに試合の当日なんかは どういう食事になるんですか？試合はでも本当にあれですね、あのエネルギー重視なので、うん、あの本当にタンパク質系を、まあ、中心にとって、あのとりあえずこう試合中にエネルギー枯渇しないようなイメージなので、あんまなんかタンパク質とかそういうのもそこまで取らなくて、うん、糖分？もう本当にあの朝こうお餅食べるとか、あの本当パスタ食べるとか、はい、おにぎりとか ご飯系食べるとか、もうそういうのが中心ですね。でもう試合始まっちゃったら。もう結構その間食みたいな感じになるので、こうバナナとかなんかオレンジジュースとか飲んでその補給しながらもう試合迎えるって感じなので、試合中ほとんど食わないんですよ。もうなるほど。なんかあの補給ジェルみたいなのはそういうのはあるの？そういうのもまあ飲んだりはしますけど、それに変に頼りすぎるとこう変にこう糖分取りすぎちゃってあのだるくなっちゃったりするので、なんかその取り方っていうのは結構気をつけたりはしてますね。普段お食事はじゃああんまり気になさらないということなんですけど、例えば外食とかなさるときに、はい、よし今日は焼き肉行くぜとか、お寿司行くぜ天ぷら食うぜみたいな、なんか そういう感じなんですか？あでも僕らは結構やっぱ肉食いに行くみたいなのが多いですね。あなんかアスリートあるあるだと思うんですけど、うん、なんかアスリート同士とかで飯食いに行って肉屋ばっかりですね確かに食いに行こうみたいなので、やっぱみんな一緒できるんで、やっぱそういう機会が多いですね。なんかそれでやっぱりみんなあの、はい、あんまご飯とか食べないでとりあえず肉ばっかり食うみたいな、はい、ハラミとか赤身系とかね食うみたいな、ちょっとカルビ気持ち悪いみたいな確かにあのせっかくなんで、めったにね、あの五輪にあの参加をしている方との生の声をあの皆さん聞くことって少ないと思うんで、五輪裏ネタみたいなのをちょっと教えていただければと思うんですが、実はですね、藤光選手インタビューすると言ったら絶対聞いてきてと言われたことがありまして、先行されたら、はい、誰からどんな連絡が来るんですか？あの発表の時ってことですか？はい、まあ、そうですね、まあ、僕の前回のリオの時で言いますと、
僕らはその最終の選考会日本選手権っていう試合がありまして、でそこが終わった次の日かな、次の日か何かにその選考のその発表会みたいなのが、あの記者発表みたいなのがありまして、うん、まあ、そこであの正式にあの選考基準を満たした選手がまあ誰なのかっていうので発表されるんですけど、そこまでは知らないです僕らは。そうすると藤見さんが自分が五輪に出るんだっていうのが、そう、誰かから連絡をいただいたとか、そういうこと。まあ、その前回その日本選手権で、うん、まあ、ちょっと怪我したんですよ、その最終公開で、はい、その怪我して、うん、で病院に行ってる時に記者発表があったんですよ。あら。でその時にあの記者発表があって、記者発表で名前が呼ばれたっていうのが LINE でポコポコポコーンってきました。あ、なるほど、なるほど。病院でね。はい、病院で、選ばれたみたいなのが、LINE でスパーンって流れてきて、で、あ、選ばれたんだって感じでした。なんかこう、病院の待合室とかで、イエーイみたいな、そのなんか、こう、複雑な感じでした。その、なんか体ちょっと、あるけど、なんか、その、選ばれて、その、はい、ある程度の期間までに仕上げないといけないっていうところだったんで、なんかこう、うんうん、複雑な気持ちのちっちゃいガッツポーズみたいな感じでした。ああ、なるほどね。まあでも本当ね、みんなが目指してるところを選ばれたらやっぱりすっげえ嬉しいんだろうなとか思って。でも本当にそういう選考は発表されるまで僕らも知らされてないので、うん、なんか、まあ、サッカーの日本代表とかの発表とかもなんかそんな感じじゃないですか、うん、はい、で、それで知るみたいな感じなので、うん、同じ感じですね。なるほどね。大体、選考基準満たしてるとか、なんかそういうのがあるので、選ばれるかどうかっていうのは、うん、まあ分かるんですけど、うん、最後の最後まで、ちょっとその発表されるまでは決定じゃないので、そうですね、それまではやっぱドキドキするって感じですね。うん、もし病院に行ってなかったら、それ待ってる間ってやっぱり一人なの、誰か友達と気紛らわしてるとか。その時々によるかもしれないですね。試合終わって次の日とかなので、うんうん、だからその、まあ、まだ現地にいて帰るかもしれないですし、うんうん、あ、なるほど。よりきりですね。なんかそのもしかして移動中に知るとかそういうのもあるかもしれないですし、なんか試合が最終日かどうかでも違ったりとか、うん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 、確かにね。で結構違うので、まあ、その時々って感じです。オリンピックネタでもう一つだけお願いします。若干禁断の話題なのかもしれないんですけど、ほとんど明かされることがない、報道もあんまりされない選手村について、はい、なんですけど、まあものすごいこう一般人として考えると、はい、世界のスターたちが集まってるわけですよね。はいはい、ね、いろんな競技のいろんな憧れのスターたちが集まってたら、出てる本人もやっぱりちょっとその、いや、あの人いてはるわみたいな、そんな感じになるんですか？あ、めちゃくちゃありますよ。あるね、やっぱり。サインくださいとか。まあなんかサインくださいまではないかもしれないですけど、うんうん、やっぱりその僕らも、まあ、全員知り合いなわけじゃないんで、うんうん、やっぱり他の競技 そのトップの選手たちと会った時に、やっぱりなんか何々競技の誰々選手だっていう、まあなんかちょっとまあ普通に一般の方々が思うような気持ちにやっぱりなるんで、うん、バスこう一緒になったりとか食堂一緒になったりとか、そういう時になんかやっぱり思いますね、そういうのって。あ、誰々だと思って、うん、誰、あ、金メダル取って誰々選手だみたいな。あ、なるほどね。テリーがなりますよ。へえ、なんかそういう選手同士でやっぱり会話があったりするもんなんですか？はい、そうですね、なんか日本の場合は、うん、まあ、選手村プラスアルファでなんかその外にまたハイパフォーマンスセンターっていう日本で独自のその施設を、うん、作っていて、そこで日本食を提供していただいたりとか、うん、交代浴ができたりとか、
なんかケアを受けれたりだとか、なんかそういう施設が選手村とは別にあって、うん、そこに行くと日本人の選手しかいないんですよ。あ、日本なるほど、なるほど、はい。なので、そこに行くと、うん、まあ、いろんな、あの、他の競技の、まあ、選手たちと、こう、一緒になっているので、うん、まあ、そういうところで、なんか、普通に、こう、会話したりだとか、うん、まあ、そのバスの移動で、まあ、会話したりだとか、そういうのは全然、やっぱ、ありますね。なるほどね。はい。あの、僕らで言うと、まあ、なんて言うんでしょう、こう、IT 経営者とか、ベンチャー経営者たちとかってこう、まあライバルでありながら、違うジャンルの方々もいらっしゃって、でなんかそういうこう、グループ、仲良しグループとか、もうちょっとオフィシャルな集まりとか会とかがいろいろあったりするんですけど、なんかオリンピアンの会とか、なんかそういうようなものはあったりするんですか？あ、でもなんかその、なんかアスリート会みたいなのは、やっぱりありますね。普通に飯にみんなで食いに行ったりとか、その他の競技、はい、他の選手こういっぱい集めて、まあ、あの、そういう、まあ、すごい、さっき言った焼き肉食いに行くみたいな、そういう会があったりとか、まあ、そういうのはやっぱり全然ありますね。うん、なんかの、こう、場所とか、で、やっぱり一緒になったりする機会ってあるんで、まあ、大会とか、まあ、オリンピックとかもそうですし、まあ、あとはナショナルトレーニングセンターとか、はい、なんかそういう場所で、なんか、たまたま何かで一緒になったりとか、うん、イベントで一緒になったりとか、こういう場所で出会って、ちょっと仲良くなって、なんかそういうことにつながっていくっていうのは、結構まあ、ありますね。最後に最後にって最後ばっかりなんですけど、一つ個人的に僕ちょっと教えていただけたらと思うのが、はい、まあ、ウルトラマラソンとかトレランのロングとかやってると、最近やっぱりその科学が進化して、はいはいはい、でいろんな自分のその何て言うんでしょう、数値を、まあ、計測しながら、はい、モニターしながらパフォーマンスを改善していくっていうのがあるんですけど、その陸上短距離っていうと、そういう意味では どういうことがあるんですか？そうですね、まあ、僕らその短距離の世界だと、うん、結局足を速くする、まあ、要素って、まあ、2個しかないんですよ。それが、やっぱその足の回転率って言われてる、ピッチって言われてるものと、まあ、足の歩幅って言われてるストライドっていう、この二つの掛け合わせなんですよ。なので、その二つが、まあ、どういうふうにこう変わっていくのかっていうのが、見るのが一つの指標になるんですけど、まあ、そういう実験とかで、こう、下にこうプレートを埋め込んで、その上を走ることで、一歩一歩の歩幅と一歩一歩の足の回転率と、うん、その地面に加えている圧力と、うん、地面に加えている時間とかいろんなものが出るようなデータがあるので、なんかそういうのを見たりして、どれぐらい何が改善されたのかっていうのを、まあ、数値で見たりすることっていうのは結構一般的に、まあ、短距離の中だと行われているとか、結構指標にして使う選手っていうのは結構多いかなと思います。それは部外者から聞くとすごくハイエンドな施設に聞こえるんですけど、はい、やっぱりそのもうトップ選手だけの感じですか？そうですね。でも大学でそれが測定できたりだとか、なるほど、はい、あとはそれこそ最近だとアプリでそれができるとか、ああ、なんかスマートシューズとか、はい、そういうやつ、はい、なんかその、うん、カメラで撮るだけでそういう分析ができるとか、そういう、まあ、やっぱりなんかハイテクなアプリとか出てきているので、うん、なんかそういうアプリ撮って映像を撮ってなんかいろいろ分析して、なんか自分でこう一人トレーナーできるみたいな感じのやつがあったりとかするみたいなので、なんかそういうのだと結構自分で見てフィードバックしてみたいなのができたりするので、結構陸上の短距離選手ってめちゃくちゃ映像を自分で見て解析分析する選手多いんで、意外ね、僕ね思いますね。やっぱり陸上もそうですか。例えば僕は車のレースとトレランやるんですけど、車のレーシングドライバーって全員パソコンオタクぐらいパソコンが触れて、はいはい、なぜかというと車に積んであるセンサーすべてを取り込んでデータロガーっていうんですけど、どこでどの強さでどんな長さブレーキを踏んで
でその時に荷重がどのタイヤにどうかかってて、でステアリングはどういうスピードでどう切っていって、アクセルはどう踏んでいってみたいなのが全部出てくるんですよね。でそれを映像を見ながらこう正しいラインで走るかということと、その自分のアクションがより適切かどうか、またそれをなんかこう先輩方と比べてみたりとか、あんまりその人のデータ貸してもらえないんですけど、仲いいドライバー同士だとちょっと見せっこしてやったりしたり、そういうことをするし、ランニング長距離だとね、よくGPS ウォッチとかで、はい、最近なんか心拍数から VO2MAX とか、ね、はい、なんかそういうこともやったりしてて、やっぱりスポーツはすごくそういう意味では進化というか、なんかその科学を上手に使う時代になってるのかな。そうですね、まあ、科学とやっぱりちょっと原始的なじゃないですけど、最終的に結構自分のやっぱり感覚が大事だったりするんで、科学も大事ですし、なんか数字で分かるものも大事なんですけど、結構やっぱりその現場とその科学でちょっとしたこう歪みっていうのも まだあるのかなって、それをどうこううまく使ってできるかっていうのは、編集次第だったり周りで支えてくれる人たち次第なのかなと思うので、うまく使うことによってやっぱりもっと良くはなるかと思うので、ちょっとこううまく駆使しながら僕もやっていきたいなとは思ってます。ありがとうございます。ちょっと辛い時期が続きますけども、はい、心と体を折れないように頑張っていただいてですね、また僕らに夢を、見せていただければと、お願いいたします。はい、で藤見さん、これチャリティーインタビューリレーということで、はい、オリンピック選手、はい、経験者にバトンをつないでいただくという、ことなんですが、はい、さて一体藤見選手のお友達、はい、どなたでしょうか。そうですね、僕の次にバトンを渡すのは、前回リオ五輪で、はい、銀メダルを取りました、お、卓球の吉村真晴選手を、紹介、バトンをつなぎたいと思っております。ありがとうございます。です、じゃあ、僕よりきっと、ハイレベルなインタビューができると思いますので、普段、いろんなインタビュアーが聞けないようなアスリートならではの質問で、インタビューをよろしくお願いいたします。頑張ります。はい、じゃあ、本当に、みんなで応援してますので、頑張って、ください。じゃあ、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。